人の究極の幸せは4つ。人に愛されること、人に褒められること、人の役に立つこと、人から必要とされること。その究極の幸せを仕事を通じて感じさせてくれる企業があります。日本理化学工業株式会社。日本で初めて体に害がなく粉が飛び散らないチョーク、ダストレスチョークを開発。現在国内シェアの 30% を占め、年間4800万本と日本一の生産量を誇っています。このチョークは知的障害を持つ人たちが作っています。その人の持ってる理解力に合わせてね、段取りを作ってあげるとね、普通の人以上にね、集中して一生懸命やってくれるんで。日本理化学は知的障害者のモデル工場だから、なんとか日本でちゃんと成功させて海外にもできたらね、世界中の知的障害者もね、みんな働く喜び味わえるもんね。それができたらいいなと。ちょっと大きすぎる夢だけど。法定障害者雇用率 1.8% をはるかにしのぐ 70% 以上が知的障害を持つ人たちという会社があります。神奈川県川崎市にある日本理化学工業株式会社。1937年昭和12年創業。文具、事務用品、プラスチック成形加工品などを製造販売している。売上およそ5億円のメーカーです。従業員数は74人、そのうち知的障害を持つ人が54人、つまり4人に3人は知的障害を持っています。働く幸せを障害の有無にかかわらずみんなで感じられる会社にしていったのが2代目経営者である大山康弘会長です。その昭和の34年の秋だったんですけど、突然養護学校の先生が来られましたでしょ。いきなり精神薄弱児の子を来年卒業の時に何とか就職できるようにさせてやりたいので、何とかお願いできませんでしょうか。先生、そんないつ何するか分かんないような人、従業員にはとて無理ですよって言ってお答えしました。それが3度目に来られた時のセリフにね、先生の言葉に心をグラグラと動かされちゃって、それは就職はもうお願いしませんと。だけど施設に入ったら一生働くってことを知らないでね、この世終わっちゃう子になるから、せめて何日でもいいから働く経験だけさせてやりたいんですけどって言われちゃったって。かわいそうだから経験だけさせて、その期間終わったらまあいいやと、そういう感じだったんですよ。先生に何度も足を運ばれ、2週間という期限をつけて受け入れたのですが、2週間終わる日のお昼ごろに例の従業員たちが 4,5 人で来て、1週間2週間通して一生懸命働いたですよ、この2人はと。昼のベルが鳴ってもね、私たちが肩叩いて止めない限りね、ずっと通して、仕事をやろうとしてたんで、だからあんなに一生懸命ね、こう仕事をするんだから、私たちもお手伝いして一生懸命面倒見るから、たった2人ならセムさんいいじゃないですかってこう言われちゃった。障害を持つ彼女たちが必死で働く姿が健常者である社員の心を動かしました。何がきっかけで人生幸せになるか分かりませんけど、僕にとっては知的障害者に巡り合ったおかげでね、最高の人生を歩ましてもらったなと思ってます。
日本理化学工業の取り組みは企業だからこそできる幸せづくりの形を私たちに見せてくれました。